呂徳省記念公園、または民生緑園は台湾台南市中西区にある交差点内の記念公園。市中心部を通る主要道路が交差するナナサロのラウンドアバウトに囲まれており台湾省同大20線の起点。長らく民生緑園とされてきたが2.28事件でこの地で重殺刑に会議性となった弁護士。 堺井の利明の功績を後世に伝えるために解明された1807年の台湾浮上。上部のマーキングされた箇所は万寿宮と見分病所在地で、そこから真下中央付近に三階段の表記がある。新朝統治時代にこの一帯は牛クソあるいは三階段と呼ばれており、台湾浮上の最高標高地点修霊の南側傾斜地にあった。そのうち、 旧クソは、付近に、魚子画が,があったことに由来する、魚子の音が展示でのものとされている。また、新朝台湾府城の名詞林朝への邸宅が、この一帯にあった。三階段は、同郷の病に由来し、現在の民生路付近にあったが、現存しない。1906年台南朝、国事131号渦、渦車線部分が、公園の前身。中央の銀行宿舎は、 台湾銀行の宿舎で、その後台南州庁の用地となる。1906年、台南町が過剰それの他の必要に入りとして出した国時代131号によると、三階段を空地とし、同時に竜王病害や下横害を街路克服とする計画だった。これが公園の前身である。1907年に空地内で小玉玄太郎の 第四代台,台湾総督就任を記念する樹像が、混流、落成した。このため、当時を知る、年配層の台南人は、今でも、この場所を、石像と呼ぶことがある。樹像は、第二次世界大戦後に、行方不明となったが、2015年12月に、台湾不評、第二連隊の中屯地のジータの下から頭部が、発見され、 鑑定の結果、石化石膏材質のものと判明している。小玉像は文化局が保管し、修復後の公園には戻さないとしている。1911年に交付された台南市区改正計画で城壁を撤去し、幹線道路を放射状に整備し、欧米型の区画概念を導入する計画が始まった。この計画では最終的に台南を 格子上の道路と複数のラウンドアバウトで網羅し、小玉像のある防閣市もラウンドアバウトに変え、都市計画の中心点として7本の道路をここから放射状に市街地の各地を結び、周辺に当時の行政機関だった台南州庁やその他大小の観光庁を集中配置するというものだった。九百十六年台南市が名称を制定する際、ここは石像にちなんで、 小玉公園となる計画だった。しかし最終的に当時の所在地の表記だった大正町に由来する大正公園と定められた。戦後、台湾が国民政府に移管されると、全都市の住所表記が改定され、公園も日本式から中華式の民生緑園となった。この名称は半世紀以上使われ、現在までに最も定着した名称となっている。 1947年、中国国民党による国民政府の深刻な腐敗姿勢への反抗をきっかけに228事件が発生。日台根結の弁護士宇の明は治安維持のために放棄する市民から武器を回収するなど、鎮圧の口実を軍に与えないよう奔走したものの、反乱罪の罪状を問われ、ここで重殺刑にあった。ただし後年に、 台湾高等法院台南文院はのり明きに無罪を宣告している。その後、公園内に孫文の銅像が設置された。由来については2説ある。1964年、台南市政府が日本に残留していた中国の美術家劉氏に31万入台湾ドルで創像政策を依頼したというもの。もう一つは1975年に、 台南第一国際ライオンズクラブが寄贈したというもの。1997年、初の民主進歩当席の台南市長に就任した長3は、平和記念日を翌日に控えた1998年2月27日に、民政緑園を湯の明記念公園に改名し、の明が銃弾に倒れた場所に半身像を建てることを宣布した。 2018年12月17日、新朝台湾唯一の芸術家とされる林浅江を記念する台南市美術館所蔵のモニュメントが設置された。2013年初頭、台南第一国際ライオンズクラブが市政府に孫文像は建立されて以降経年劣化しており破損、倒壊する危険があるため通行人の安全を確保するべく移設すべきと陳情した。 この時の市長で後に行政委員長に転身することになる来期を乗りは、市政府が乗り明きの命日を湯乗り明き記念日とし、孫文蔵の移設にも前向きである旨を回答した。これに対し、中国国民党の党職員で党部首位を務めていた斜隆介は、孫文蔵は移設せず、市政府予算で修復されなければならないと反対を表明した。同年9月2日、 元市長の長さんは、孫文は権威をひけらかす統治者ではなかった。葬儀は無用であり、反対は無意味なものだ。と発言、像の現状維持後の安全問題について喧議した。また、孫文像は移転させる必要はない。葬儀があったならその時点でとっくに撤去されていただろう。と、反緑の急進派をたしなめている。台南市政府文化局は、 一さだ古跡の旧台南大正公園、すなわちここ民生力園は日本統治時代の市内各地の重要地点を結びつけただけでなく、旧台南集庁や旧台南集会、警察署や林百貨店など現存する同時期の歴史的建造物群にも隣接しているが、戦後に設置された孫文像は歴史的に同じ脈絡を有しておらず、 戦前の史跡である公園に見つかわしくないことから、日本時代の史跡を再考察する障害を取り除くためにも、移設した方が公園が周辺との一体性をより、高め、市の文化面や観光面で、相乗効果を見込めるとの立場を表明した。2014年2月22日、重さ約6 0 0ラムの損文像が引き倒された。実行者は独立派の社会運動団体で、 社団法人、大投げ森台湾連盟の発起人かつ代表の最低高氏率いる数十人の同調者だった。2本のロープを象に縛り人力で引き倒した。そして白い塗料で ROC アウトとメッセージを書き込み赤い塗料を浴びせた。その後の警察の調査で引き倒された銅像は翔体部が断裂し、その痕跡がくっきりと残っていた。 つまり先に工具で亀裂を入れてからロープで引き倒したものと明らかになった。2017年2月15日、台南市政府は残っていた台座を撤去すると発表した。同年9月、市は公園の修復に着手。翌2018年に完了予定。1911年の台南区改正計画図。対象公園が中央に位置する都市計画が実現して、 以降、公園のラウンドアバウトは、台南市の道路網の中心地となった。日本統治時代には、花園町通り、大正町通り、清水町通り、海山町通り、幸井町通り、末広町通,町通り、西木町通りと呼ばれた7本の道路の交差点となった。この7辻は、市街地の幹線道路としてだけではなく、鉄道駅と運河頭を結び、 中間道の市内区間を構成した。7本の道路は同時開通ではなく数段階に分けて整備された。花園町通りと西木町通りが最初に開通し、1922年の台南市全図では末広通と海山通りは未開通を示す破線表示だった。注釈として敷区改正予定線と書かれていた。1935年の 台南市街図によると、海山町通りはこの時点でも未完成だった。戦後は7本の道路もすべて中華風の公園路、中山寺、青年路、海山路、文廟路、中世路、民生路と改名され、文廟路は南門路に再併合された。下表参照。日本統治時代は内地と同じく左側通行だった。つまり、時計回りであり。 戦後の右側通行導入後は逆時計回りに改められている。ラウンドアバウト内は内側外側で、それぞれに車線があり、内側が高速、外側が低速と定められている。日本統治時代末期の米軍地図、円環に小玉スタチューの注釈があり、道路は台南運河と台南駅を結んでいた。過去の日本統治が遺厳性のある、 公共建築物と商業上の繁栄を残したゆえか、現在もここに日本当地の面影を残す歴史的建築が存在することが需要されている。代表的なものは1916年に落成した旧台南町の庁舎であり、1920年の新市制で台南州庁となった。台南州は現在の五県市を含み、戦後は 現在の台南市政府が庁舎として使用した。よって明朝、新朝、日本時代を包括する戸籍がこのエリアに密集している。2001年から2期10年にわたり市長を務めた元天才の任期中にエリア全体を通称する民生力園文化園区が成立した。ありがとうございます。